薬柱。Always in someone's hell。またゲリラ配信ですね。アンニョン、シメニッタン。よろぶん。こんばんは。あんにょん。よろぶん、ちぐんむおへよ。저는고기먹었어。久しぶりって。おひさ。おひいさん、よろぶん。最近私はですね、なんか出てくるんですよ、自分のショールームやってるやつが YouTube に。3年前のとか2年前のとか。なんかさ、黄色みがかってない？ちより。なんでなん？こんぐらい濃くならんかな。なんか明るくなるんだけど。なんでなん。なんか。なんで。俺マニア。잘지냈어。ショールームでやっぱり韓国語とか英語とか喋っていこうと思って、喋んないと忘れていっちゃうなって気づいて、ちょっとこういうところでは積極的に言ってきます。Hey guys, my name is Chiori. How are you?YouTube に上げられるやつってすぐ消えちゃうんかな。結構前のやつとかあるし、なんだったら再生回数ちよりの YouTube より一等やつもある。私のコメントを読んでいただければ幸いです。読んだよ。今の時間なんで配信してるかというと、お風呂を沸かしてるんですね。で、あ、暇だな、ショールームだと思って、ショールームをやってます。うん、お風呂待ち。みんな何してんの。ショールームの YouTube とか見てたら、なんかやりたくなってやった。今日は寒かったので、じゃーん、長袖を着ました。
9月初長袖。待って、テレビより可愛いってきてる。なんだったらこのショールームの方が生の千織と似てるんだよね、写りが。テレビだと膨張してなんかメンバーにも千織って生で見る方がいいよねってよく言われます。テレビ界向いてないね。今週からまた暑くなるらしい。らしいね。ラスト夏らしいよ。ラストサマー。あ、ごめんなさい。ラストサマー。YouTube、次回、きな、あー、きだりょういっすむにったー。きだりゅっけよーん。腕細いですね。ちんちゃん。でもこれは、あの、黒。黒なので多分細く見えるだけです。ちょっとしかもなんかさ、これ XS なんだけどさ、ぶっかぶかなんだよね。外国のやつだからかな。前髪が伸びちゃってこれ流してるんですけど、どうですか？おってー、黒の方がいい？髪の毛。私さ、すぐさ、あ、ピンクにしようとか茶色にしよう、黒にしようってすぐなっちゃうからよく渡辺さんのところでやってもらってるの、まあ、知ってる人はいると思うんだけど、渡辺さんのところでやってもらうときに黒がいいですって言ったら、じゃあ1週間1ヶ月でまた来るよねって言われて、1ヶ月で色が落ちるぐらいにしとくねみたいな。なんか3ヶ月ぐらいにすることもできるんだけど、さすがにちょっとそうなると、例えば3ヶ月以内に茶色にしたいとかなってもなかなかできなくなっちゃうから、1ヶ月ぐらいで抜けるやつにしとくねって言われてた。なんでまだ寝てないのって。私3時に寝てるんで、この時間私にとってだいたい20時ぐらいなんですよね。今日はストレートです。でも湿気でもう取れてきちゃいました。ピエン、耳かけてもいいけどさ、顔がさ、ブンってなんかわかる、顔がブンってなる。でも今日は可愛いピアスをしてるので見せたいからこうやってしようかな。私は本当はさ、前髪さなしでさちょっとあれだけど、今センター分けでさやりたいんだよね。ジェニーちゃんみたいな感じで。しゃっくりが止まんないんだよ。ずーっと100ピリが出るんだけど、私のさ、インスタのストーリー見てくれてる人は分かると思うんだけど、最近なんか買う予定なかったのに買ったって言った服、これ1着目。これふだん何時間ぐらい寝てるんですか？たっぷり寝るようにしてます。朝ごはんいらないぐらいなんで、朝ごはん食べるぐらいだったら寝るって感じですね。じゃあみんなの質問コーナー、恋愛でもいいよ。もう夜だから恋愛の質問コーナーでもいいよ。恋愛相談、恋愛相談。
みんなのさ恋愛話聞かせてよ。聞いたことあった？あんまさ意外とみんなのさ恋愛事情とかさ知らないんだけど。てか教えてくれないよねみんな。5年とか6年ぐらいさずっと来てくれてる人がなんか私から打ち明けたわけよ。てか正直恋愛とかどうなの？みたいな言ったら、あ結婚してるよみたいな。子供いるよ。ダブルパンチ。ねえ知らなかったんだけど意外とファンのみんなのさ恋愛事情って聞かないじゃん。って教えてくれないんだよね。なんで？ここのみんながちゅうちゃんより恋愛の経験が多いよ多分。パイセンじゃん教えてよ。あれ恋愛できてない4年くらい。4年か。仕事が忙しいとか。いやー4年ね。なんかさ前まではさ4年なんてさまあたったの4年じゃんって思ってたんだけど、この年になってなんかされど4年みたいな。たった4年されど4年って思う。一日一日を大事に。あでもオタクで忙しいんだったら、でもそっちで充実してるんだったらいいと思う。なんか両方充実してなくてってなったらあれだけどね。顔なんかこうならんかな。まったくね恋愛話全然できないってよみんな。そう大人になった4年ってすんごい貴重なんだよね。それをすごく痛感しております。あお話し会のネタめちゃくちゃ悩んでるっていう人めっちゃいそう。多分ここに来てくれてる人たちはまあ1人10枚ぐらいはオンラインのお話し会予約してくれてると思うんですよね。ありがとうございます。なのでそんな皆さんがお話に困ってるよみたいな、なんか予約したし購入したけど実際何を話したらいいか分かんないよみたいな人って結構いると思うし、なんか私が結構ね2時受付だよ3時受付だよってめっちゃ言ってたわけ。そしたらなんか初めてだけど行ってみますみたいな人が結構多かったから、多分そういう人たちとか特に困ってると思うのね。なのでここで一緒に考えようみんなで。まあ正直私はみんなの話を聞く方に徹底したいなって感じなんですよ私の気持ち的には。なぜならなんかこう私からさ話すことってさショールームでもできるじゃん。ここで聞けるじゃん。でもさみんなの人のファンの人の話とか例えば質問とか、ちゅうちゃんこういうことどうしてるんですかとかでオンラインの時しか聞けないから、なんか私のさ最近こんなことあったんだよっていう話って絶対多分ショールームでもすると思うし、でもこれちゅうちゃんに聞いてみたいなみたいなさやつはさ多分ファンのみんなのこう質問とかになるから、私は聞く専門でいる。なんていうの、なんて言えばいいのこういうの、いうスタイルだからマジで何でもいいし。そうでも多分あえおあえみたいな考えてたけど回ってきた瞬間にえおあえあみたいななっちゃう子もいると思うから、そういう時は私から来てくれてありがとうみたいな感じでなんか話振るから思い出したら言ってって感じ。てかマジで緊張しなくていいよ。思ってる以上になんかそんな緊張しないと思う。何でも答えてくれる。事務所 NG も一応あるのでごめんなさい。そういう時は NG ですって言うので一応言ってくれていい。こう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 、あーごめんなさい NG でっていうので
ダメなやつは NG って言います。でも言える範囲だったら全然言う。聞きたい人だってさいるんじゃない？結構事務所 NG NG だって。事務所 NG なさそうって。あるよ、一応あるでしょ。答えられない部分ってあるじゃない、アイドルっていうカテゴリーだったり、あと本当に知らない場合とかもありますので。なんかみんな楽しく話せたらいいな、マジで。会えない分さ話せたらさ、私はさそれでいいんだよ。なんだろうね。でもなんかさ、たまにサイン会とかもあるじゃん。そういう時はこういうの書いてくださいとか、私のところでは似顔絵をよく書いてるんで、まあ、困ったら似顔絵書いてくださいって言ってくれれば書くんで、サインのところ。まあ、ピカソ的な要素はあるんですけども、それでもよければ。恋愛相談ガチすぎてもう引かないでくれるの、普通に聞いてもらいたい。ガチで聞かせてほしい。結構私さ好きなんだよ、人の話聞くの。そこで知識を何入れてるっていうところもあるんで、お話で。マジでして。なんだったら結構やばい話とか聞きたい。話せるギリギリぐらいのやつ。なんだったらもうギリギリアウトでもいい。私さ最近 YouTube でささ、なんかその人の応募した中にいろんな人がこんなことがありましたみたいなやつをなんか紹介してるやつがあって、それ見た時にこんな人いんのと思って、なんかなんていうの、世界が広がる。マジで調理調理ヌナヌナってことはトンセン。 HKT のこれ綺麗だった。サミだ、ありがとうございます。壁もごっことかしてたのに脈なしだったという大失恋しました。期待した分立ち直れない。わかるよ。なんかさ思わせぶりな態度するんだったらさやめてよって感じだよね。なんか思わせぶりな態度ってマジで罪だと思う。それはね本当に思う。なんかそれがさ優しさだとか言う人もいるじゃん。優しさじゃないから、マジで本当に思う。なんかそういう法律作ってもいいぐらいに本当に罪だと思う。私もいろんな人の話を聞いてて、それは完全に好きってことじゃんって思うのに、いつそんなことしたみたいな。めちゃわかる。あ、湧いた。 I want 仮面エイドウェイブ。 Wow What do you mean? なんか本当に喉が鳴っちゃうんだけど、ゲップじゃないからね。炭酸水とか飲むとさ、私ずっと喉が鳴るの。気にしないで。先に言っとく、ゲップじゃないから。ここはずっとぐるぐる言うの。こんなんコメントさ、こんな近くで読んどったらさ、音鳴りそうじゃん。だから先に言っとくね。
ペちゃんグイグイ来てほしい。うん、なんか年齢を重ねることによってなんかグイグイ行けなくなっちゃうよね。なんか私もさ、まあ恋愛じゃないんだけど、バラエティとかさめっちゃグイグイ行ってたわけよ。でもさ、だんだんこう大人になるとさ、いろいろ考えたりとかするわけじゃん。ちょっとごめんね、窓開けてるからちょっと音あれなんだけど。だからなんか年を重ねると恋愛とかもグイグイ来てくれた方が分かりやすいし生きやすいなって思う。みんなもそうじゃない？あ、ちょっと喉が渇いたのでコントレックス飲んでいいですか？ごめんなさい。みんなに優しい自分に酔ってる男性苦手。あー、てかさ、それがさにじみ出てるのがすごく嫌だよね。てかにじみ出てるの、え、気づいてないのって思うぐらいさ出てる人いるよね。それを分からないようにやる人ってうまいけど、え、ゲップじゃないのよ。あ、またほら喉鳴った。炭酸水は体に悪い。うわー、ちんちゃ。え、本当に体にいいんじゃないの？ダイエットとか。しーちゃんめっちゃ飲んでる。ん、もが？あん、あぬん、ぶ、ん？うはーはマジで今日なんで炭酸水飲んだんだろう。あー気持ち悪い。喉がずっとね、空気がいる感じがして。わかる人いるかな。コントレックスはまずいです。今日ワクチン接種を受けました。わお、どうですか？ You thinkASMR 流そう。しないから、そんなこと。本当に優しいのはいいけど、酔ってる人は大体、ん？酔ってる人は大体優しいアピールしてくる。ああ、なるほどね。確かに。ああ、喉が。炭酸水逆に体にいいと思ったら、私も何で？うわ、熱が出始めているって。うわー、怖いな。私もさ、打つ予定なんですけれども、まだ打ってないんだけどね。怖いんですよね。一人暮らしだし、お母さんと家族がその近くにいないんで、もし何かあった時とか、なんかこれ買ってた方がいいよとかあったら教えて。コントレックスは努力の極みすぎて尊敬する。あれ一口で無理だと。いや、そうなんだよ。私も飲んだ時にこんなにまずい水ってあんのって思ったんだけど、今じゃこれがないと無理。だから普通の水は飲みやすいんだけど、なんかコントレックス飲んでないとなんか体が、え、大丈夫ってなっちゃうから、もうずっとこれどんぐらい、1年2年ぐらい私コントレックスばっか飲んでて、だから妹とか家に誰かが来た時に水がないんだよ、これしか。だからそれだけ困ってる。人が来た時におもてなしできないっていうか、これ出せないからさ。飲める人だったらいいんだけど、出せないからさ困っちゃうんだよね。
ワクチン接種後8時間過ぎてますが、まあ一発目だからじゃない、2回目がやばいっていうね。明日打つってマジか。ほら2回目マジで痛いよ。だって怖い。そう、なんかさ、人によって違うんだろうな。なんかさ、おじいちゃんおばあちゃん全然大丈夫って言うじゃん。ワクチン接種しても感染するよね、らしいね。ポカリ飲むといいよ。やっぱポカリか。私さ、ポカリだったらさ、あれが好きなんだけど、水色の色のやつ、なんていうのあれ。お茶は飲まないかな、あんまり。ジャスミン茶とかコーン茶とかは好き。ファイザーワクチン打ったら、うん、座が痛くて陣痛剤飲みました。マジか。モデルナとファイザーがあるんだよね。ひろちゃんって将来すごく幸せな家庭築いてそう。お願い、そうだといいな。占い師さんいますか、見れますか、お願いします。そう、若い女性ほど反応する。女性なの、若い人じゃなくて。イオンウォーターだ。ね、マジでさ、占い行きたいんだよね。誰かさ、知らない、おすすめの当たるよみたいな。欲しい、ひとみさんね。私もやってもらいたい人ナンバーワン。行きたいときは行きどきだよ、引っ張られてるんだよ。わあすごい、その言葉確かにって思っちゃう。やばい私。そうとかも全然ね、見てもらってないんですよ。 AK ビンゴがなくなってから、何区に住んでるとか。いやそれ怖い、場所を当てられたらもう何も言えん。ストーリー見たよ、千鳥痩せたら AKB の中で一番美人だ。あれ見た、すごくない、マジあのアプリすごい。あれ見てさ、本当に千鳥になれるんだったらさ、結構頑張るんだけど。多分ね、マイナス、うん、10だね。いやマイナス10したら多分結構死んじゃうっていうか、こう色気のない体になりそうだから、マイナス8だね多分。あとちょっとここをこうやってする何かして、でここをこうやってちょっと口角上げるやつやったら、あの顔になれる。あと鼻をこうしたらなれる。いろいろ大変。十分細いだろうって。いやーね、結構むっちりしてるよ私。むっちり、むちむちです。むっちよりって呼ばれそうなぐらいむっちむち。むちよ、むちこ。そう、色気がなくなっちゃうんですよね。なんかこう、なんて言うんだろうね。やっぱりさ、
ちょっと何かしらやらないとダメなんだよな。今のままでも好きだってありがとう。ドゥン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 テッテレテレテレユーダンセイ。綺麗になりたい。ああ拍手。なんかさ、やっぱりなんかテレビとか配信とか見るとさ、自分の思ってる見た目じゃないというか、一番このショールームが自分なんだけど、うん、鏡で見たら一番自分。でもなんかさ、ショールームに映ってる父親だったりさ、ショールームじゃない、配信で映ってる父親だったりさ、なんかテレビに映ってる父親とか見ると、なんでこんなに膨張して映んのって思っちゃうんだけど、なんでなの。なんだったら痩せて写ってる人もいるわけ、なんで私だけって思うんだけど、やっぱ丸いのかな。なお目目がんくて羨ましいです。私のお目目が羨ましいですか。私さ、こっちがさ広いんだよ。でこっちがさなんか丸いっていうのを、こうこっちがこうなんか怖い。正直確かに生で見ると意外と細くてびっくりしたことある。マジで見に来てください、生で。生で見に来てほしい。だからダメなんだよね、私。ルルルルル。もうね、どうしたらいいかわかんないんですよ。私さ、キムチをさ極めたい。あ、100に危ない。100ってなるとこやった。あ、100に。あ、やばい、もう100にが入った。どうしよう、100ってなるかも。喋ってた。本当に実在するんだっていう気持ちを一生忘れない。確かにアイドルね。やばい、百里が、やばい、百里が。ああ、カン君には家庭で気持ちを作ります。食べたい。やばい、どうしよう。もう最悪、100里だ。あー、もう最悪だ。パリ？うん。
ウェーブダンスじゃないのよ。百里。ああもう最悪だ。うわ止まんない。え絶対家庭で作るキムチめっちゃ美味しいじゃん。ねえ、百里止まんないんだけど、なんで？かゆい。もう最悪。え、冬になる前にキムチを作ります。今じゃん。ねえ、食べたい。送ってそれ。いや、息を10秒かけて限界まで吸う。吸うの？止まった？止まった？え、止まったくない？ちょっと。止まった！すごい！誰？ありがとう。止まったんだけど。おお。やったー。うんってなんない。ありがとうございます。そんなこんなであと6分で終わります。え、みんなも100言ってた。これやって10秒息吸って、10秒止めて、10秒吐く。え、すごくない？もうウェーブしてないし喋れる。え、時間、今日時差めっちゃあるね。嘘でしょ。え、しゃっくり止まったけど腹話術になったよね。そっちに行っちゃったじゃん。映像が2秒ぐらい遅い。映像が2秒ぐらい遅い。どう？声一緒？一応ちょっと遅らせて喋ってるよ。どう？口と声戻った？え？合ってる？すごい。逆腹話術。
すごい？一緒？でもね、こうやって一言ずつ言わないと喋れないよ。やばいやばい、あと4分。ぴったりなんだ、見たいんだけど見れないんだけど。あと4分。お腹いっぱい。見たいな。じゃあちょっとランキング発表します。13位、お前だキュンです、大好き、ありがとう。12位アイアイ。11位キムタコ。10位ユミちゃん。9位マナティ。8位アリサ。7位カミツン@チオイの王子様。6位ミムミム。5位ネコトラメン。4位んコーナーちゃん。3位ベロニカ。2位マイコル。1位サトル岡田です。いきなりのゲリラ配信なのに見てくれてありがとうございます。あーもうなんかね、ずっとねぐるぐるなってね、気持ち悪い。炭酸水のせいですね。今からどこ行くの？行かないよ。もうお風呂沸いたんで、お風呂に入って寝ます。あと2分切れるまで。なんかさ、なんか白いんだけど、チャルジャヤチャルジャヤー。チャルジャよ。あ、明日からテストだって。ファイティーン、頑張って。じゃああと1分なので、皆さん私はお風呂に入ります。カジマー、カジマー。たしまんな、たしまんな。喉がぐるぐる。じゃあね、みんなおやすみ。見てくれてありがとう。またゲリラ配信やるのでフォローしといてね。告知しないからね。あとは SNS で会いましょう。バイバイ。